サラゴサの戦いは、スペイン継承戦争中の1710年8月20日、米公爵率いるスペインブルボン家の軍勢と、オーストリアのグイードフォン・シュターレンベルク率いる他国籍軍の間で発生した戦闘。オーストリア出身の指揮官、グイードフォン・シュターレンベルク1710年のスペイン戦役は5月15日に、フェリペ・ゴセイト、第二代ビィラダリアス公爵、 フランシスコ・カスティージョ・ファハルドを率いるスペイン・ブルボン家の軍勢がバラゲーを攻撃したことで始まった。神聖ローマ帝国のグイード・フォン・シュターレンベルク将軍はカタルーニャにおける連合軍を指揮していたが彼はイギリスの派遣軍の士官の活躍によりスペイン軍のセグラ側の阻止に成功した。6月、フェリペ5世は増援を受け、不評2万と騎兵6000で再度 バラゲーを攻めた。1710年7月27日、スペイン軍はバラゲーの近くでアルメナラの戦いに大敗した。同盟軍は守備に適した陣地で構え、スペインの攻撃をことごとく跳ね返した後、ジェームズ・スタンホープが同盟軍の先法を率いて、スペイン軍を破った。フェリペ5世はカタルーニャから撤退して、アラゴン王国の首都サラゴサへの撤退を余儀なくされた。 この敗戦でカスティーリア出身のビリアダリアス公爵は罷免され、フェリペ5世は代わりにフランス出身の米公爵、アレクサンドルメートルを任命した。8月9日、スペイン軍はサラゴサに到着、米公爵はエブロ川を左にモンテトレーロを右に布陣した。8月15日に同盟軍の騎兵突撃を撃退した後、5日間の小競り合いが続き、19日には 同盟軍が妨害を受けずにエブロ川をとか、夜の間に軍を展開した。ジェームズ・スタンホープ、ゴドフリー・ネラー作。同盟軍の左翼は、アタラヤ・伯爵率いるスペインと、オランダ軍で、右翼は、スタンホープ率いるイギリス、ポルトガル、オーストリア軍だった。シュターレンベルク自身は、中央部のドイツ、オーストリア、スペイン不評を率いていた。同盟軍は、合計37個。 大体、43個戦隊で、スペインブルボン家の軍勢は38個、大体、54個戦隊だった。8月20日の朝8時に砲撃戦が開始、正午まで続いた。スタンホープ将軍は、ブルボン軍の左翼への攻撃を始めた。ブルボン軍のスペイン人とワロン人部隊ははじめ、ポルトガル軍の8個戦隊を追い返し、有利に戦ったように見えた。しかし、 ポルトガル軍への追撃で、ブルボン軍の戦列に、隙が生じ、スタンホープは木に乗じて、統制の乱れたスペイン兵士を敗走させ、一方で中央部と右翼では、スペイン軍の攻撃を防いだ。この戦闘はほとんどアルメナラの戦いの再現であった。ブルボン軍の騎兵は有望加管に攻撃したが、同盟軍を崩すことはできず、続いて、同盟軍が不評で反撃すると、 スペイン軍は押し返された。3時間以下の戦闘で同盟軍は干渉した。ブルボン軍のすべての大砲と戦機は奪取され、死傷者は5000から6000、さらに7000人が捕虜になった。同盟軍の損害は死傷者1500とされた。カール大公は翌日にサラゴサに入場した。フェリペ5世の軍が受けた損害は厳しく。 カール大公のマドリードへの道が開かれた。フェリペ5世は9月9日にマドリードを放棄、バリアドリッドへ向かった。カール大公は9月28日にマドリードに入場したが、マドリードはほとんどもぬけの殻で、残った市民も敵対的だった。カールは、この死は砂漠だ。とコメントした。1710年冬には、マドリード市民の敵対的な態度と、 戦略的に不利になったことにより、カール大公と同盟軍はマドリードを放棄した。その後、イギリス軍はブリンウェガの戦いで決定的な大敗を喫し、残りの同盟軍もビリアビシオサの戦いで敗れた。ありがとうございます。